こんにちは。降り続いた雨も今日は少し上がっております。まだ晴れてはいないんですけども、曇り空で雨は止んでるみたいです。またここは九州熊本玉名というところなんですけども、今夜からまた雨が降りそうです。線状降水帯といいますかね、雨が降り続いているんですけども、九州を過ぎて四国、中国、今度は関東、北海道の方に移動しつつあるんですけども、またもう1、2回来るみたいですね。もうこの家の向こうの方にもすぐ玉名で一番大きい菊池川というのがあるんですけど、ここももう、ギリギリまで、水位が上がってきました。ここが、溢れれば、この今私のいる建物も、ハザードマップで5メートル、浸かるという、地図に記されておりますので、避難をしないと、今この楽器も全て浸かるのかな。今回のですね、災害が非常に大きいものとなっております。お見舞いを申し上げます。東北震災の時に長渕剛さんが作られた「一つ」という曲があるんですけども、今日は井上陽水さんじゃなくて長渕さんの「一つ」という曲をちょっと新しいギターで弾いてみたいと思います。お聴きください。一人ぼっちにさせてごめんね、もう二度と離さない、離れない、離したくない、君に寄り添いそばに生きるよ、もう二度と忘れない、忘れさせない、忘れたくない、悲しみはどこからやってきて、悲しみはどこへ行くんだろう、いくら考えてもわからないから、僕は悲しみを抱きしめようと決めた。一つになってずっと一緒に共に生きる、一つになって君と生きる、共に生きる。
月の雫が涙に揺れて海に光る。会いたくて会えなくて、それでも僕は探した。星が降る夜、君を思いずっと歩いたよ。明日きっと幸せになれるね。永遠の幸せはどこからやってきて、永遠の幸せはどこへ行くんだろう。いくら考えてもわからないから、僕は悲しみを抱きしめようと決めた。一つになってずっと一緒に共に生きる。一つになって君と生きる。共に